性とお付き合いしてみようか、いろいろあると思うんですけど、そういう時にあのちょっと待つ、様子を見るっていう人と、いやとにかく失敗覚悟で今すぐやるっていうタイプと、まあいろいろいると思うんですよ。でこれ結論から言うと、私はあの今までを全部振り返ってみると、全て今すぐやるっていうタイプで、やってきてるんですよね。だから私はですね、ちょっと待つっていうあんまり発想っていうのがない、完全欠落します。今までのどのシーンを思い浮かべても、思い立ったが吉日っていうやつですね。すぐやるっていうね、もう思い立った瞬間にやります。1年後にどうするとか、それっていうのはもうやらないっていう決断だと思ってるんですよ、自分の中で。だから異性と付き合う時なんかも、これは難しそうですけど、すぐ付き合います。本当にどんだけ軽いんだって感じですけど、全くとりあえず付き合ってくるんで、まあ今の奥さんと付き合いする時も何にも考えてないですね。付き合って失うものとか何にもない。その時は多ければ多いほどいいじゃんなって思ってましたから、5、6人いましたけど、そうやって付き合うって言ってる、もう超適当ですよ。なんですけど、その中で結局、奥さんをこう選んできたっていう背景があって、でその時もですね、何にも考えてないです。もうとにかく付き合ってみないと分かんないよねっていう、ちゃんとこうお付き合いっていうのをアップするって決めたら、もう一気に全部やります。勉強するっていうと、もう100冊を読む、もちろんすげえ精度ができないですけど、1ヶ月に100冊で読む。ただ丸1日空いてますからね、あれですけど、しっかりある程度飛ばしながらですね、読んで、これを読むって決めたら、もう徹底的にそれをやるっていうことなんですよ。で、多分成功、私が成功してるかどうかは本当定かじゃないですけど、普通の人よりはうまくいってると思います。で、そんな中で、私以外の人を見たとしてもね、うまくいってる人は共通だなと思ってるんですよ、その今すぐ。結局成功する人、いろいろですよ、いろんな分野から思い立っても行動してるなと。まずアクティビティっていう状態なんで、すぐに動くっていうね、もう明日やろうとかっていうことも、これ当たり前の話になっちゃいますし、林先生のね、いつやるの今でしょみたいな話になっちゃいますけど、でも結局これができないから、できちゃう人はサクサクっといっちゃうわけであって、これは絶対言っとかないで、要は様子を見ようっていう判断、これって